FC 東京は14日、MF 阿部シュート25がベルギー一部モレン・デイクに完全移籍すると発表した。移籍金は推定で70万ユーロ、約1億円で、契約は3年。現地でのメディカルチェックを経て正式契約を結ぶ。阿部は FC 東京のアカデミー出身で、命題を経て19年6月に特別指定選手として J1 デビュー。 20年に正式加入した。首都ブリュッセルに本拠地を置くモレンベイクは、74から75年シーズンに一部リーグを制した経験も持つ古豪。2年の破産、合併など長い低迷期を経て、昨季二部リーグを制して一部昇格を果たした。安倍は16日のホーム鹿島まがラストゲームとなる。クラブを通じこの日、この度 RWD モレンベイクに移籍することになりました。 シーズン途中での移籍になってしまうことに心苦しさがありますが、それと同時に年齢的にもラストチャンスではないかと思い、移籍を決断させていただきました。アカデミー出身の自分は東京が大好きです。これまで自分が成長してきた中で携わってくれたすべての皆様に感謝しています。そしていろいろとご迷惑をおかけしたこともありましたが、 温かく見守り応援し続けてくれたファンサポーターの皆様、本当にありがとうございました。ベルギーでもアカデミー出身選手として自分らしく走り続けます。愛してる東京、とコメントた。